進化カロン裁判とは、アメリカ合衆国で制定された、進化カロンを学校教育の場で教えることを制限する、法律、いわゆる反進化カロン法に対する一連の裁判のことを言う。特に有名な裁判として1925年のスコープス裁判、1982年のアーカンソー州の授業時間均等法裁判などがある。また、百八十二年の裁判に関わった。 科学者の一人であるナイルズ・エルドリッチの著作物、ザ・モンキー・ビジネス、エイサイエンティストルックス・アット・クレシャネザムの放題でもある。エデンの園ののアダムとイブ、創世記にはアダムとイブはヤファワによって創造されたと記述される。進化論とキリスト教右派の対立は、科学と宗教の対立として、しばしば取り上げられる。特にアメリカが始終国における反ンカロン運動は、 その顕著な例として知られている。アメリカは伝統的に聖書を重視するプロテスタントの信者が多いが中でも聖書の軸を一時一句正しいものとして扱う聖書無誤説を取る福音主義の保守派がその活動の中心となっておりアメリカにおけるキリスト教原理主義の潮流を形成している。ファンダメンタリストが進化論を問題視するようになったのは20世紀初頭に アメリカで始まった公立学校教育が始まりとされる。児童を集めて全員に同じカリキュラムを教える公立学校において生物の時間に進化論を扱うようになったためである。聖書無語説では創世記の天気創造に書かれていることも歴史的事実として扱われる。すべての生き物はゴッドが創造し、海の魚、空の鳥、家畜、 地のののすべての獣、うものを人間に納めさせ、人間のソアダムとイブはゴッドによって創造されたものなのである。従って自然界の進化の結果として人が誕生したという結論を導く進化論はこれらの人々にとって言語道断の代物であった。それまでは進化論の存在自体をないものとしていたファンダメンタリストは自分たちの子供が 進化論を教えられることに反対し、学校教育の場で進化論を教えることを、以後様々な手段で阻止していくようになったのである。1923年から1924年に、ニューヨークを舞台に、進化論体創造説議題に論争が交わされた。論者は、ジョン・ローチ・ストラットンとチャールズ・フランシス・ポッターであった。創造説の論者であったストラットンは、 カルパリパプテスト教会の牧師であり、ファンダメンタリストであった。一方、進化論の論者のポッターは、ウエストサイドユニテリアン教会の牧師であり、モダニストであった。た日目は、聖書無病説を中心に討論された。創造説の論拠となった、聖書無病説は、1880年代に、プリンストン神学校にて生まれたものであった。聖書無病説は、聖書は、 神が著者に霊感を与えて書かせたものであり、故に一語一句に至るまで正しい絶対的、超自然的権威としていたファンダメンタリストが受け入れていた。しかし、聖書の無病性を示す、諸々の証拠であるとするものを提示したのに対して、聖書無病説は、口頭批評の口頭批評家によって、聖書の誤りや矛盾が次々と発見されていた。ポッターは、 聖書無病説の問題点に対し、口頭批評的見地から反論を展開し、聖書無病説の脆さを示したまた、聖書の超自然的起源を否定しそれを、ある時代の人間による創作であると位置づけることによって、聖書の絶対的基盤を崩していた。二日目は、進化論を中心に討論が展開された、チャールズ・ダーウィンによって体系づけられた科学理論であった。 伝統的キリスト教を現代社会に適応させたモダニスは進化論をが支持していた。進化論の論点は科学的な妥当性、証拠の信憑性などを討論された。進化の起因の妥当性の問題があり、獲得形質遺伝を主張したラマルク説、自然選択を主張したダーウィン説、双方とも支持されなくなっていた。 地質学的証拠の信憑性の問題があり、進化論に対し聖書を裏付ける科学的根拠として、ジョージ・プライスによる元層の配列が非現実的で不自然な方法で年代別に分類されてきたと主張し、進化論に代わるより合理的な仮説として、かつて世界規模の洪水があったという聖書的見解を示した。また、無数の中間種がほとんど存在しない問題があった。 1> 第1回目の討論では、高等批評的見地から反論を展開したポッターが勝利し、2回目の討論では確実性の核進化論の証拠を反証したストラットンが勝利した。W.J. ブライアン当初ファンダメンタリストの動きは、それほど組織立ったものではなかった。その状況を変化させたのが、ウィリアム・ジェニングズ・ブライアンの登場だった。ブライアンは、 民主党の大統領候補に3度選ばれた人物であり、アメリカに、婦人参政権と累進課税を導入するよう、働きかけた、大衆運動家である。ブライアンは、リベラルな思想の持ち主であったが、進化論は、敵を排除することで、自分だけが生き残ろうとする非道徳的で、キリスト教に反する悪魔の理論とみなしていた。チャールズ・ダーウィンの自然選択説に対する、 典型的な誤解であるが、これには当時ダーウィニズムの隠用を社会に当てはめて解釈しようとする社会ダーウィニズムの影響も大きかった。社会ダーウィニズムは、その当時、ナチスドイツやアメリカなどでの人種差別論や優勢学の正当化の根拠となっていたのである。ブライアンは社会ダーウィニズムから導かれるそのような思想がアメリカに広がることに危機感を持っていた。 そして、反キリスト教的理論が広まることを阻止するため、ファンダメンタリストと結びつき、アメリカ各州に公立学校教育の場で進化論を教えることを禁止する法律を次々と成立させていったのである。ダーウィンの風刺画、進化論が話題になると、しばしばこのような風刺画が書かれた。これらの反進化論法に対し、裁判の場で争って廃止しようとする動きを主導したのが、 アメリカ自由人権協会だった。ACLU は表現の自由など様々な市民の自由を守るための活動を続けている団体である。ACLU は進化論教育を禁じる法律を裁判に持って行くために進化論を実際に公立学校で教えて逮捕される志願者を広告で募集した。そして実際に教育の場で進化論を教えたとして逮捕されたのが テネシー州デートンにある、レイセントラル高校の理科と体育の教師ジョン・スコープスだった。もっともスコープス自身は、科学的使命に燃えて殉教者となったわけではなかった。実際に ACLU の広告に応募したのは、裁判によって町の知名度を上げようとした町の顔役たちであり、スコープスは彼らに頼まれて、臨時の生物の授業の時に進化論の話を、 したという証言をしただけである。また、スコープスは、ケンタッキー大学法学部を卒業しているが、生物学や理科教育の専門的なトレーニングを受けていなかった。スコープスは本来、レーセントラル高校フットボールチームのコーチとして、招聘されたのであり、教師としてのキャリアは1924年の年度末に2週間ほど、理科の代用教員を務めただけであった。 検察側の代表として W.J. ブライアンが、そして弁護側の代表として有名な弁護士だったクラレンス・ダローが出ることになった結果、この裁判は全米の注目を集めることになった。これが1925年7月10日から21日まで、計10日間、テネシー州デートンで行われたスコープス裁判である。アメリカでは通称モンキー裁判として知られている。結局、 この裁判は、進化カロン教育が行われたかどうかではなく、聖書の正しさを主張する検察側と進化カロンの正しさを主張する弁護側のプロパガンダ合戦となった。スコープスは有罪となり、罰金100ドルが科せられた。弁護側は控訴審で法律の可否を争うつもりだったのである。しかし、控訴した衆最高裁では、罰金額がテネシー州の規定に違反して、 不当に高いとして、この裁判自体が無効とされることになった。裁判終了後、スコープスは教職を退き、シカゴ大学の大学院で地質学の学位を取得。地質測量技師として石油業界に転身し、1963年に引退するまで務め上げた。スコープスは引退後の1970年に死去している。一般には、 この裁判は、ダローがブライアンに、神が実際に6日間で世界を創造したわけではないかもしれないと認めさせたことから、ダローの価値とされている。しかし、ダローが罰金額に対して異議を唱えなかったために裁判自体がないものとされてしまい、裁判によって法律を廃止しようとした ACLU の思惑は崩れてしまうことになってしまった。 結局1967年にこの法律の廃止が決定されるまで40年以上もの間、半進化論法が存続することになるのである。こうした状況が変化したきっかけが1957年のスプートニックショックであった。当時のソビエトに人工衛星の打ち上げで先を越されたことが全米に衝撃を与え、アメリカ政府の科学政策そのものが問い直されるという、 ことが起こったのである。教育界に対する批判も同様にして起こり、公立学校における科学教育の見直しが行われることになった。その結果、1967年にはスコープス裁判で争われたテネシー州の反進化論法が廃止され、さらには1968年のアーカンソー州の公立学校における進化論教育を禁止した法律に対する、 裁判において、聖書に一致しないという理由で、進化論を教授することを禁止することは、特定の理論を抹消しようとする試みであり、合衆国憲法修正第一条に違反するとする、初の連邦最高裁判所の判断を引き出すことに、成功するのである。1968年の裁判によって、進化論を教えることを禁ずる法律は、違憲とされたわけであるが、 その後のアメリカの保守化の流れによって、再びファンダメンタリストは、反進化論法と呼べる法律を成立させることに、成功する。それが1981年に、アーカンソー州とルージアナ州で制定された、公立学校教育において、進化論と創造科学を均等な授業時間で教える、ことを定めた法律である。創造科学は1968年の判決を、 受けて、創造論者が生み出した、創造論を、科学的理論で説明しようとする主張である。一見科学理論のように見えるが、実際には、すべての発端が神の語号によるものとするため検証が、行えない学説である。しかし、ファンダメンタリストはこれを、科学理論として、進化論と同じ扱いをするよう求めたのである。1八十一年に起こったこの裁判では、 創造科学は科学なのか、あるいは、進化論は科学と言えるのかということが争点となった。創造論者は当初創造科学は科学であるとしていたが、次第に弁護が苦しくなると、逆に進化論は、科学理論とは言えず、宗教と同じものであるという主張をするようになっていった。これに対し、この裁判を担当した連邦判事、ウィリアム・オバートンは、 創造科学を科学ではないと結論し、特定の宗教の教義を助けるものだとして、1982年1月5日、アーカンソー州法に意見判決を下した。彼は判決文の中で、科学理論とは、普遍のものでなく、その理論に一致しない事実や反証などによって、常に改定、または破棄されうるものである。その理論の用語によって協議化され、絶対的で、 決して改定されることがないものは科学理論ではない。と述べた。そして学校教育の中で教えるべき科学理論とはどのようなものかその条件を提示した。自然法則により導き出される。自然法則への研究によって説明される。経験可能な世界に対して検証可能である。その結論は仮のものである。つまり、 最終的な結論である必要がない。反証可能である。オバートン判事の判決文は、科学の定義に関する優れた論文として、その後アメリカの科学雑誌、サイエンスに全文が掲載されている。残る、もう一つの反進化論法である、ルイジアナ州の授業時間均等法は、連邦最高裁判所まで争われることになった。1982年に、 類似の法律に判決が出ているため、それを追認するかどうかが問題点であった。1987年、連邦最高裁判所は7対2の評査で、類似アナ州法に違憲判決を下した。その結果、1920年代に始まった進化カロン裁判に一つの区切りがついたのである。1982年のバートン判事によって、科学ではないと否定された。 創造科学は、その後その主張の一部を変更し、現在は、インテリジェントデザイン論というものに姿を変えている。生物は偶然によって創造されたとするには、複雑すぎるので、何らかの高度な知性が働いたに違いない。つまり、世界を創造したのは神だとはせず、何かの知的な存在だとするのである。この考え方は1802年に、イギリスの神学者、 ウィリアム・ペアリーが自然神学で表したものをそっくりなぞったものになっている。1989年に出版されたパンダと人についてという子供向けの本はこの知的デザイン論の入門書として知られているが、その中では聖書の出来事は一切触れられていない。創造論者はこれらの本を教科書として採用する要教育委員会に強く働きかけているのである。 1987年最高裁判所にて公立校における創造科学教育に対し意見判決以降、1990年代には創造論運動は選挙により教育委員を送り込むことで生物進化の教育の阻止を目指した。1990年代後半には生物進化の教育をめぐって州レベルの教育委員会で議論が起こっている。 テキサス州教育委員会では生物学教科書、ネブラスカ州、ニューメキシコ州では科学教育のガイドライン、アラバマ州では教科書の見返し、カンザス州では科学カリキュラム基準をめぐって創造論と進化論をめぐる議論が行われていた。アメリカにおいて生物の授業で進化論に言及したがらない教師が存在するのは教育委員会や一部の親からの講義などが 無言の圧力になってていいるるとされている1991年に行われたギャロップ調査によれば今でも47%のアメリカ人は神がこの1万年のある時点で人間をほぼ現在の形に作ったと信じているという。1990年代にも反神カロン運動は衰えていなかったと言われている。2004年11月の CBS の調査では55%の アメリカ人が神が人を創造したと考えているという結果が出ている。2005年8月、ジョージ・ W ・ブッシュ米大統領は、インテリジェントデザイン論が学校で教えられることは、良いことだと発言した。翌日、大統領報道官は、前日の大統領の発言に関して、進化論を学校教育から外そうとも、創造論を教えようとも考えていないと弁明した。2005年には、 ペンシルベニア州でも、同州のドーバー学区が、高校の生物の授業にインテリジェントデザイン論を導入しようとした。しかし保護者の訴えにより起こった裁判で、同州連邦地裁は、同年12月20日、同教育に意見判決を下した。ジョーンズ判事は、インテリジェントデザイン論は、科学理論ではなく、宗教的見解だと判断し、同論の目的は、 公立学校で宗教を教えることにある。信じられない愚行だと述べた。2009年2月11日に、米世論調査企業ギャラップが発表した調査結果によると、米国で進化論を信じる人は39%にとどまり、全く信じない人が25%だった。36%は進化論に対して意見を持っていなかった。なお、この調査では、 若年、信仰心の薄いものほど、進化論を信じる割合が高くなっている。過去10年間に行われた調査においても、44から47%の人が、神が過去1万年ほどの間に、人間を、現在のような形で想像したと信じていると、答えている。風の遺産、山本隆弘によると、スタンフォード大学の著名な動物学教授は、 ノンケロックによるリベラル派の政治雑誌、ニューリパリックにて進化の起因の問題を指摘しているという。1923年4月11日、ニューリパブリック、ウェレイボーイチウチオンスタンズトゥデイありがとうございます。